戦でもしものです。ついに今週末3歳牝馬クラシックの最終戦の秋華賞が行われます。注目は2年ぶり牝馬3冠のかかるスターズオンアース、オークス以来のレースになります。剥離骨折などもあり中間どうかなと思いましたが、追い切りではルメール騎手を背にフットコースで66秒3、50秒9、36秒9、11秒6と前走のオークス以上の高度計です。数字的には良好のようですが、私は3番手評価にとどめています。私が気になっているのはこの馬、ライラックです。まあサークルオブライフが健在であればそっちなんですけども、そのサークルオブライフにシオンステークスで先着もしておりますし、2歳児に京都2歳ステークスで使われていたように長いところで期待していた馬なんだなと思います。京都2歳ステークスは5馬相手に敗れてしまいましたが、その後立て直した年明けのフェアリーステークスではスターズオンアースに先着、まあ勝利ですね。ただその後桜花賞オークスと精彩を欠いて前歳のシオンステークスで、3着だったんですけど、前有利の展開で中段から鋭く伸びて勝った、スタニングローズとコンマ1秒の僅差の3着という内容でしたね。シオンステークスのレース後も順調で追い切りは半路で自己ベスト、調教過程がね、以前は新馬からウッドで追い切っていたんですけど今回は半路でした。これがどう影響するかね、まあ終わってみないと何とも言えないところなんですけども、まあ鞍上も新馬戦からフェアリーステークスまで騎乗していたデムール騎手に戻ったんで、まあ、この馬を本命で考えております。2番手はそのライラックを前走で破ったスタニングローズ、どうもこの スターズオンアースとねちょっと名前が被るんですけど、この馬はフラワーカップまでずっとボバと競馬をして、6戦もしてるんですよね。で牝馬限定になって4戦3勝2着1回とそこを見せておらず、今回はスターズオンアースよりも順調ですね。ただこの馬ね、立冬に戻って時計を出したのが10月の2日なんですね。まあ、ノーザン信楽で仕上げられてるとは思うんですけど、まあ、時計自体は、追い切りの方が、立冬の販路で53秒0、38秒2、24秒7、11秒9と、まあ、馬なりで、時計を出してるんですけども、まあ、まずまず好調なようなので大丈夫だと思うんですけども、まあ、この馬を2番手で考えてますと。で3番手はまあ一応スターズオンアースですね。で4番手は武豊騎手のウォーターナビレラと行きたいところなんですけども、前走がねちょっと負けすぎでですね、まあ、ちょっとオスには気が引けるかなっていうところで、本命の本命が対抗かスタニングローズと同級者の高野厩舎のナミュールを4番手で考えてますと。先週スタニングローズと豪華合わせ馬だったみたいなんですけども、この馬もね春の結果からぶっつけの方がいいんじゃないかなと思って、まあぶっつけの秋華賞がいいのかなと、逆にまあエリザベスとかね次の次走は変えないかなということで、まあこのナミュールを4番手で考えております。今週はですね、土曜日は東京で、府中牝馬ステークスで、日曜日は、阪神へ行って秋華賞を観戦する予定です。明日はですね、武豊騎手が、今週は土日で8鞍ですね騎乗するんで、それらの馬の、分析動画をまたお送りできればなと思います。秋華賞ですけども、よかったら、予想のコメントをお願いします。それでは。